はい、こんにちは、カズボです。ファイナルファンタジー5ディスアドバンス2続きやっていきたいと思います。今回ですけどね、バハムトラグーンで、バハムトラグーン要素多いからね。前回ブラスト兵士長いましてね、それ倒したら、まあ、反乱軍に加えてくれるということで、ミスリル、そうだね、聖堂の盾、ミスリル鉱山を解放って言ったの。でもなんかそこに鍵があるって言ったよね、最初の鍵。そこだったか。おー、バハムドラグン。道取りましたからね。後列から弓打っててもいいんですけどね。北東って言ったよね、右上だよね。ミスリル鉱山があるって言ったね。これ手裏剣持ってたね。左は1回でいける？これ。あ、いける。100発100中だからね、弓ね。どこから行くんだろうね。あの上なのか。でんでんでん。防具欲しいね。武器は、まあ武器も欲しいけど、ここら辺なんかありそうだよね。ここに最初の鍵があるの、こっちだったっけ。ああ。イフリートとか多分どっかあんね、これ。あ、そうか、ポーションがないんだ。買わないとな。ここはちょっと一回行ってみよう。まあ止まってもいいや。この先にはとても大きな砂漠が広がっていて、途中で死ぬ旅人が多いんだ。だから俺はそういう奴らが出ないようにここで見張りをしてるんだ。まあ、死亡フラグが立ってるんだね。さて、ってことはいけないから、ポーションをどっちみち買わないといけないもんね。ポーションとテントだ。アイテム屋ってどこにあるの。ところでここか。ポーションあったおかげでだいぶ助かりましたからね。さて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 、また行く間にお金は貯まるでしょうからね。もう行って危なかったら戻ってきてね、まあ、防具とか買ってお金貯めればいいのかなと思いますけど。
とりあえず知らない敵は出てきてないんで今んとこね。ただ消費半端じゃないですよね。後ろがサンダー来てるんですよ。全体に一気にかかんないんだね。ジョブレベルアップ、召喚師。ここさあ、魔法ダメージ魔法を受けると 50% の確率で魔力25アップ。いいね。魔力アップってことは回復もアップするよね。精神とかじゃないよね。そう、そこでミスる。これどっから行くの？ミスリル鉱山？左上なのか右上なのか分かんないけど。まずは入り口探さないといけないね。あの左上の花何あれ。出た。これ強いんだよ、ヘルズハーレさて、ワイトスレイヤー持ってたよね。一番危ないね、落とされんね。OK。結構、あっ。行ってるそばからやっちゃったね。フェニックスの方がない。一応リセット。はい、リセットついでに今度左上から行ってみよう。あの山か、やっぱり。ミスリル鉱山ってあそこなんか。回復のね、やべ、やっちゃった。絶対やろうと思った。回復のさ、あれがないですよ、あ、回復者に生き返らせるアイテムがないんで、まあ、落ちたらね、まあ、生き返らせに行けばいいんだけど、経験値ずれんのがなんか嫌なんだよ。最初からだって4人揃ってるじゃん。じゃあね、危なくなったら一回戻って、ポーションいっぱい買ってきてって感じで。まだミスリル鉱、どこにあるってたっけ？最初の鍵。多分ここだと思うんだけどね。デスタネット。開幕出てきて落とされるのとか嫌だよね。ここ？え、ちょっと待って待って、なんだ、何、エクスポーションがあるだけ、そんなあんだ。
あ、間違えた、下だった。一回戻って回復する。え、じゃあ今の右上でいいのかな。どっちみちポーション欲しいからね。でテント掴んだったらもったいないから、どっちみち宿行きたいからね。スライムナイト出てきた。あんないいんだね。いやー、また遠いね、これね。まあ遠いけど、なんか何出てくかわかんないもんね。盗むってやってれば案外いいもの手に入ったりするんで、右下でもなかったし、左から回ってエクスポーションだったもんね。あれってまた復活すんの？また同じような敵だね。どこに行けばいいんだ？ミスリル鉱山ってどこにあんのこれ。右上ってたけどかなり遠いんかな。ミスリルの街とかあんのかな。サンダラ使えば一撃だよ。間違えて糖度使いましたったら笑えるけどね。黄金パターンできた。あの弓で送ってあれなんだ的なね。あー、またかよ。結構ギリだよな。ホワイトスレア結構盗めるんだけどね。上下どっち。いやー、マジで尻も積もればなんとかラッツーじゃん。強いな。氷が効かないのか。いやー、もうマジやめて。そうだね、魔法そのものが効かない。これ街ありそうじゃね？左とかさ。あった。なんかあった。いや、こいつどこで出てくるの？なんか持ってなかったってこいつ。街あったね。あそこにまず行って今回終わるか。ハイポーション、あ、いいね。そう、ハイポーション持ってんだ、こいつ。
シルフがこんな使えると思わなかったね。相手に結構ダメージいくもんね。184あって84食らうって笑えるよね。よしよし、なんかあった。あー、じゃあここじゃないんだ。あそこの祠？待って、関係ない？ミスリル？サラマンド。サラマンドか。ここでよかったんかな。せっかく物流の悪い町に来たのにお店が揃ってたんです。とほほ。お金貯めたいんだけどね。時魔法。ストップ、グラビでルカナン。ルカナンは使えるね。全部欲しいな。ペルソナが連れている兵士は見た目が同じでも属性が違うんだ。しかも全体攻撃も使えるから気をつけろ。やだね、なんかありそうだね。町から山を挟んですぐ右に祠が見えます。何やら邪悪な気配がするんですが、なんかいいのか。セミテン炊きに行くのか。ミスリルを手に入れたら少し分けてくれよ。サウザー皇帝とパルパルイス将軍は小さい頃からの親友で、二人で空を見ながら夢とか理想を語ったりしてるんだって。ちょっとキザよね。ダフィラは火のエネルギーで栄えていると言います。ああ、町か村か。しかしどうやってそのエネルギーを得てるんでしょうか。ダフィラって場所あんだろうな。なんか聞いたことあるね。なんだっけな、それ。ドラ系とかだったら覚えてるけど、ファイナルファンタジー系とかだとね、ルルアとかないからね、そんなに頻繁にさ、名前見ることないじゃん。隣のお客、やたらくしゃみしてるの嫌ね。ハクション。ハクション。ハクション。誰かわしの噂話をしてるな。私がした。あ、隣の人だ。ここは食堂です。当店のおすすめはデスタネットの刺身でございます。あれか。デスタネットの刺身とかなんかないの？お風呂、風呂場。これは？宿？あー、宿か。泊まっといた方がいいな。サラマンドがあったね。ファイナルファンタジー2ですね。サラマンドね。山の中の村なのに、宿屋は豪華だな。飯もベッドも最高だよ。だからミスリル行く人がいっぱいいんじゃない？今日のお祈りはおしまいです。神様どうか今日も私たちを見守ってください。教会で毒の治療とかお告げとか消えないかってできないわ。どこの神父さんならしてくれんの？それはドラクエの世界じゃない？まあまあ言うて FF だから、ね。FF 系だからね。セミテの滝には最初の鍵がないと入れないの。あ、そういうことか。最初の鍵ってじゃあどこにあるんだっけ、これ。あ、いけねえいけねえいけねえ。なんか言ってたね、最初の鍵はどうとかって言ってね。アミュレット。あ、眠り毒麻痺防ぐ。あ、いいな、これ。眠り防ぐのはいいね。えい。だから装備で、ここ、いいでしょ。いや、待てよ。ここだ。この村から西へ、この村から西へ山道を進んでいくと、セミテン滝がある。ノルン山脈が織りなす地形じゃ。西へ山脈を進んでいくと、村から西へ山脈を進んでいくと、セミテン滝が、お。セミテンの滝が、鍵ないといけないから、やっぱ鍵取って、どうにかしないといけないんでしょうね。で、鍵がどこにあるって言ったっけ？なんか邪悪、地図を持ってるか？南に広大な砂漠が広がってるだろう。そこに出てくる合成獣みたいなのは？キマイラか。アクアブレスを使う。キマイラだな、多分。アクアブレスは青魔法として取っといた方がいいね。これ私の馬、とてもいい馬。喋んねえし。あれどうやって行くの？ああ、なるほど。ああ、なんかドラケツ。
この町の東の方の村、森、杖を持ったじいさんがいるんだ。雷を呼ぶことができるんだって。マジか。ラムーいるね。ラムーだよね。多分倒さなくちゃいけないんかな。ここベビルいんのかな。ドラケ2ですけどね。うわ、なんかありそう。ありそう、あった。賢さん種。赤い靴とかないんかな。あ、赤い靴だっけ？違うゲームだけどね。知ってる人は多分知ってると思う。うむ、世界各地でオーパーツというものが見つかっていることを考えると、やはり人間の前に古代人が存在していたんではないだろうか。ね、オーパーツとかね、自分も興味ありますね。絶対その時代にありえないものとかさ、だって携帯電話の化石とかさ、出てきたら焦るじゃん。だ今の時代が、何万年後とかなるとそういう発掘とかあるかもしれないじゃん。もしかしたら。わかんねえな。たった4種類のもので生命が活動してるってのか？グーグー。誰？ふむふむ、なるほど。誰？ヤンガス？違うな。生命は皆、火、水、風、土、4種類の元素から成り立っています。いろいろな生物がいるのは4種類の配列や割合が異なっているからなんですね。だから、両生類とかさ。両生類ってなんだろう？水と、なんかだよね。はい。ということで、まあ、今回ここで終わろう。ね。次回は、その、鍵、手に入れないと多分いけないんでしょうから、まあ、ここからどうなっていくかですね。西に行けば、なんか、セミテン滝があるっつって。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターをなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。